められたルート進行手順に従ってこの例会を進める、BNI なんですが、6ヶ月に1回、全役員が紹介します。今回はですね、まあ、私どもの役員、今プレゼンターからヨナさん、続きましてバイクプレゼントの発表です。誰だ、カトさん、すみません、初期意見会計佐藤さん、よっ、本当にですね、先輩役員様の方たちがですね、どんどん立派で、それを引き継ぐっていうことがですね、すごく、怖いなって思っていますけども、まあ、とにかく明るく、楽しく元気よくという勢いでですね、朝からその後の仕事につながるようにですね、頑張っていきたいと思います。協力してください、お願いします。ローソンの石塚でございます。フラワーで登録しております、枯れない花屋天ヶ谷の西原です。英語によって体調管理が非常に難しい、実は経営学の修士号というのを言葉をお借りしてお伝えします。こういった、日本郵便の方でセーバーラウンジで登録しております佐藤萌です。今日はソースのおかげで地肌改善スパが大好評の日々のお話をお願いします。すでに発生されているレンタル販売の体験の早川ちゃんです。今日はマイプレジャーさん中心にかかって、障害が残った子が45人いると、そのうち7人が死亡しているというように参りました。今回もどうしても抜けられないという仕事が被害者になります。で、知らずに使っていると今度は加害者になります。入りまして、土日は本当に忙しくさせていただいておりますけれども、電気ではなくて、太陽の光で明るくなっています。今週も元気にいきましょう。ボンジョーノ、ボンジョーノ、はい。指導家の職を代理にする、指導家イタリアンアクアビーテ青木です。今週分のリファラル数106件、売上高4800万円となっております。すごいですよね。設立違いですね。はい、健康食品で登録させていただいております。はい、ビジネチュラルカンパニーの木村でございます。健康オタクへの道ということで、今回メインプレゼンテーションの方させていただきます。レーダーはですね、コースは脳幹を通過し、脳組織に移行、活性酸素を補充していただくことができます。こちらの方で、皆さんに、私の方でプランニングをさせていただきまして、いらっしゃいませ。モチベーションというのはですね、あなたの内側から出てくるものであり、外側からやってくるものではないということです。じゃあ今日も元気にいってらっしゃい。